セーラダ・エストレーラはポルトガルで生産される、羊乳を原料としたチーズ。名称は山脈の名に由来する。ポルトガルチーズの代表格として扱われる。セミハードタイプに分類されるが、中身はクリーミーで柔らかい。ソフトタイプとして紹介されるケースもある。ポルトガル最古のチーズで、ローマ時代に起源があると言われる。アレンテージョ地方のチーズであるセルパは、 セーラダイストレーラーの製法が2、3世紀頃に伝わったものとされる。1996年に EU の原産地名称保護制度における PDO 認定を受けている。スローフード協会により味の箱舟にも選定されている。原料乳は現地の羊のものを使う。凝固剤には朝鮮アザミのおしべを用い、熟成にあたっては周囲を布で巻いて固定する。表皮はいが、 中身は柔らかいので一皮剥いて、スプーンですくい、基本的にパンやクラッカーと合わせる。飲み物であれば、ポートワインと相性が良い。味は苦味が若干あり、バター風味のコクも感じられる。表皮は捨てずに後で、チョリソやジャガイモなどを入れる、器代わりとし、丸ごとオーブンで焼いてから食すという調理法もある。ありがとうございます。